下水のロックダウンを壊すショックダーツと壁向きの紹介です。この木の板の右側に立ちます。奥の木箱の下から2番目の線の少し左にエイムを合わせます。2チャージにバウンスで打ちます。A ロングに木がある時だけ使えます。もう一つ同じ場所へのダーツを紹介します。入り口の壁と木箱が重なるところに立ちます。動画のように木箱の傷と斜めの線が重なるところにエイムを合わせます。2チャージにバウンスで打ちます。最後は壁抜きの紹介です。2つ目に紹介したショックダーツでは壁ギリギリに置かれたロックダウンを壊せません。このようなロックダウンはピンを立てて動画のように打つことで壊せます。リクエストありがとうございました。疑問点や知りたいことはコメントにお願いします。